ジャンムー・カシミール連邦直轄領はインドの連邦直轄領。ジャンムー・カシミール州の分割に伴って2019年10月31日に発足した。イギリス領インド帝国からインドが独立した際、カシミール地方を統治していたジャンムー・カシミール藩王国の藩王ハリシングはインドへの帰属を表明し、ジャンムー・カシミール藩王国はインド領のジャンムー・カシミール州となった。 しかし、イスラム教徒が住民の多数を占めていたことから、パキスタンも領有権を主張し、貴族権をめぐって第一次インパ戦争が勃発した。1949年に制定されたインド憲法第370条で、ジャンムーカ・シミール州には特別自治権が認められてきたが、インド政府は2019年8月5日に、この特別自治権を剥奪する。 大統領令を交付し、インターネット通信などを制限した。また、インド政府は議会に、ジャンムーカ・シミール州再編成法を提出、かねてから特別自治権の撤廃を主張してきた、インド人民党の賛成で承認され、8月9日に成立した。これに対して抗議するデモ隊と、治安部隊の衝突などが起き、パキスタンは住民への人権侵害と反発した。 ジャンムーカシミール州再編成法の規定により、ジャンムーカシミール州は2019年10月31日付で廃止され、ラダック連邦直轄領とジャンムーカシミール連邦直轄領とに分割された。ジャンムーカシミール連邦直轄領の地形図ジャンムーカシミールには、カシミール渓谷やタウィ渓谷、シェナブ渓谷、プンチュ渓谷、シンド渓谷、 リダー渓谷などの渓谷がある。カシミール渓谷は幅1 0 0トル面積15,520.3平方キロメートル、平均標高はおよそ1 8 5 0ルである。チベット高原とは北東部でヒマラヤ山脈により隔てられている。また、渓谷の南部から西部にかけては平均標高約3 0 0 0ルのピールパンジャル山脈があり。 ヒンドースターン平野とカシミール渓谷を隔てている。ジェルム川やインダス川、ラービー川、タビ川、シェナブ川は両内を流れている。ジャンムーカシミール連邦直轄領は、ジャンムー地方とカシミール渓谷地方の2地方から構成され、さらに20の県に細分される。夏季の州とシュリーナガルは、カシミール地方最大の都市で、インドの支配地域にある。の州は、ジャンム市。 ありがとうございます。